みなさんどうもこんにちは、イカクです。本日は4月18日からってきた週刊 FP レベマ比較やっていきたいなと思います。今週はですね、中間安定補強ガチャ、中間ブースター自体の内容はいいですし、上の段の選手はしっかりとレベルは高いですよね。何度も言いますけど、ツアーから今週2回無料引けちゃいますので、絶対にこの2回は引いてあげてください。今回も僕の独断点検ではあるんですけど、こんな評価でやっていきますので、ちょっとでもいいな、参考になったなって思ったら高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。いつも動画投稿遅いのに本当に見てくれてありがとう。マジで感謝してます。でまずはですね、改めてこの週刊 FP ガチャ引くべきかってところなんですけど、今回おすすめ度5段階中 3.5、 無料分だけで OK、 こんな評価させてください。まあ比較動画作って改めて思ったのは、安定感っていうのは最近の週刊の中でも結構高いと思ってますね。初心者で選手揃ってない方には割とおすすめ度は高いんですけど、まあ選手揃ってたりとか美化金勢とかだと結構手持ちで十分なパターンは多いんじゃないかなって思ってますね。なのでこの辺りも総合的に判断すると、まあ2回無料で引けるっていうのもありますし、今週は無料分だけで OK です。で大事なですね、週刊ブースターの3名はパーマー、ドク、ナイルズ、この3名となりました。いや、ストライカーセンスとボールキャリー同時搭載は激アツなんですよね。この2人がどんな能力になったのか、この辺りに注目していってください。ということでここからが当たりランキング。まずは第11位 B 評価、アンドレ・ラマール選手。ピケッセを6対0で粉砕したペースペイより、センターバックラマールがワンパンインターセプト持ちで登場。プレースタイルもハードプレスからビルドアップに変わりました。ディフェンスセンスがめちゃめちゃ強化されていて、最高値93まで上がるのはとてもいいんですけど、スピード面とか身長の不安は拭いきれないので、ガチスカは厳しいかな。前回からはスキル面強化されてますので乗り換えちゃってください。第10位は A 評価、メイトランド・ナイルズ選手。早速今週の週刊ブースター枠ですね。元アーセナルのナイルズがバックスピンの分、マンマーク、インターセプトのスキル追加、さらにブースターハードワークプラス3で登場となりました。まあ劇的展開考えたら登場も納得ですよね。で実はですね、このナイルズ FP 予想の時にバグ強化になるんじゃないかって話をしたと思うんですけど、なんとですね、このアップデートのタイミングで通常もですね右サイドバック登録になったんですよね。いやタイミング。で能力はですね、超爆速で足元やパスがサイドバックにしては高いタイプ、ダブルタッチなんかもありますし、サイドバックよりもサイドハーフ向きな能力ではあると思うんですけど、ちょっと中途半端な強化な印象ですね。第9位は A 評価、フェリピ・アンデルソン選手。この選手今回結構いい強化されてるんですよね。プレースタイルがインサイドレシーバーから2列目からの飛び出しに変更、さらにコントロールループ、ワンタッチシュートの追加がされました。で登録ポジションがですね OMF に変わったことでグラウンダーパスが大きく伸びてますし、決定力トップ強化で85まで上がってきてますね。足元も習慣としてはしっかり高いし、非常にバランスよく全部が高い能力値だなって思いましたね。適性も広いし魅力的な能力が多いんですけど、スキルがちょっと厳しいな。ダブルタッチワンパスルバ筆頭に欲しいスキルがないのが惜しすぎます。で前回登場時はハイライトで足元、スピード、瞬発、キック力など大事な部分が伸ばせるのは前回の1なんですけど、決定力筆頭に他能力は今回だし、まあ、スキル追加とかプレイスタイル変更も考えると、個人的には今回に乗り換えちゃってもいいんじゃないかなって思ってますね。第8位、ここからが A プラ評価、アンソニー・ゴードン選手。最近絶好調でトッテナム撃破に多く貢献したゴードンがチェイシング追加で登場。相変わらずスピード瞬発の数値はバグレベルに高いですよね。スキルに関してもダブルタッチ以外は揃ってる上に、ウィングだけじゃなくてサイドハーフや OMF までできちゃうユーティリティ性もゴードンの武器ですね。最近ですねライブアップデート上がってきてるのも追い風なんですけど、やっぱダブルタッチ惜しかったのと、足元系数値がちょっと伸びきらなかったですね。タコ版との比較はこんな感じ。丸2から乗り換え確定で、丸1の指名契約から乗り換えなくても良さそうかな。足元しっかり伸ばせてスキル追加の拡張性まであるってなったら、やっぱハイライト魅力的ですね。第7位は A プラ評価、チュアメニ選手。今回のチュアメニはボックスボックスではなくてハードプレスで登場して、ドロップシュート、そしてミドルシュートが追加されました。で実はチュアメニって今回のアップデートでセンターバック音適性がついたので、地味に使える幅が広がってるのもポイントですよね。まあ基本的にセンターバックで使うよりも DMF 安定にはなると思うんですけど、起用の幅が広がって損はないですよね。187cm の高身長にエアバトル系が高いので競り合いは強め、守備能力も最低限ありつつグラパ95へ、これでかいですよね。奪っ
った後の展開力も大きな魅力となっております。マップ旬のですね物足りなさっていうのは否めないですけど、ライブアップデートも高頻度でビージョンになりますし、ハードプレス少ない方には当たり枠になってくると思います。まあ、あとはブロッカーとかマンマークまでついてくれたら神でしたね。ちなみに今回チュアメニは初めてのハードプレスでの登場、基本的にはですね両方残し安定なんですけど、契約切れてる前半は丸1丸2丸3までは乗り換えても良さそうかな。丸4は割と強化のいいので乗り換えしなくていいと思います。で後半で言うと丸5丸6乗り換えの丸7乗り換えなしかな。ただ繰り返しになるんですけど、プレイスタイルは違うので基本的には両方残しが安定になると思います。第6位は A++ 強化エミリアノ・マルティネス選手。ここからが A++ 強化以上なので、そう考えるとやっぱりある程度当たりの選手は多いガチャになってますよね。まずは守護神枠エミリアノ・マルティネス、安定で強いですよね。現役で 195cm でこの能力って時点で希少ですし、ちゃんとスキルも揃ってますので、まあ B 以上なら余裕で勝ちつかれまえる性能だと思いますね。特にクリアリングの上がり方がとんでもないことになってますね。でそれはですね、もう過去版見てもわかるんですけど、やばくないこの上がり方。1枚目は全部乗り換えでいいと思いますね。で後半で言うと丸5まで乗り換えで丸6、丸7は乗り換えなしですかね。まあとはいえですね、何を重視するかで変わってきて、何度も言ってる通りクリアリングはですね過去最強になりますので、クリアリングを一番大事だと思うなら今回使っていただく形でいいと思います。ただ僕は全体的な能力とかゴールキーパーセンスの方が大事だと思ってますので、僕だったら丸6、丸7からは乗り換えません。第5位は A++ 評価ヨズアキミキ選手。今回ポジションが右サイドバックに変わって、プレイスタイルがプレイメーカーから攻撃的サイドバックに変更されました。ちなみに裏総合値はセンターミッドフィルダーで101、 DMF で100まで伸びてきますね。いや、いつ見てもキムヒは安定能力ですよね。とにかく85位の数値が多い上に、パス系、アグレッシブネス、守備意識、スタミナ、ボルコンが95へ、右サイドバックに変わったことでディフェンスセンスも多く伸びてますし、今までのキムヒの中でもだいぶ守備が厚くなったバージョンってイメージですね。サイドバックだとスピードがどうしても気になりますし、まあ、スキル的にも無印のセンターミッドフィルダー DMF 起用がおすすめですね。まあ、ワンボランチは難しいと思いますけど、ぜひツーボランチの一角とかで使ってあげてください。で過去版はですね2枚での比較、今回のキミッヒはディフェンスセンス、フライパス、フィジコンあたりが過去最強。正直ね、過去のハイライトとも遜色ないレベルで強くなってると思いますね。丸1、丸2、丸3までは OMF に本的性あるのもポイントなんですけど、まあ、丸1、丸2から乗り換えちゃうかな。逆に丸3、丸4はレベル上限もぐっと上がってるので、基本的には乗り換えなくていいと思います。で後半で言うと過去最強が当然ビッグタイムで、丸5、丸7から乗り換えてもいいかな。特にブルーロックコラボで始めた方とかは丸7と被ってた方も多いと思うんですけど、これはレベル違うぐらい今回のが強いので、がっつり乗り換えちゃってください。ちなみに1年以上前なのでこの比較表にはいないですけど、昔見た右サイドバックの習慣との比較、これねそんな変わんないっていうか、むしろ前の方が強そうなんですよね。前のやつ持ってる方は今回無理に引かなくていいと思います。第4位は A++ 評価コールパーマー選手。今週多分一番注目度高かったのはこのパーマーかな。ストライカーセンスと完璧なブースターで、ワンシューワンパスルパと神スキル追加、さらにはプレイスタイルも2列目からの飛び出しに変わって逆圧精度が最高。予想通りとんでもない強化幅になりましたね。能力面はとにかく決定力、瞬発あたりの底上げ、飛び抜けた数値っていうのはないんですけど、全部バランスよくある感じの能力に仕上がってますね。いやマジでね、パーマー最近ライバーアップデートがやばいんですよね。直近7週間で言えば B 以上 57% で、その B 以上もほぼ A 状態。この調子でシーズン終盤まで駆け抜けてくれれば、ガチ使いで使える機会も増えてくるんじゃないかなって思ってますね。起用は OMF が一押しです。って感じで今回かなり強化はされてるんですけど、まだまだパーマーの通常がねそこまで強いわけではないので、環境トップになりにくいのも事実ですよね。スキル面かなり強化されてますけど、なんだかんだダブルタッチないのは痛いですね。でこちらがですね過去版との比較なんですけど、まあ今回過去最強クラスでしょう。丸1、丸2もいい能力であるんですけど、スキルの差がでかすぎますので圧倒的に乗り換え、丸3とはほぼ同等レベルかな。初期装備だけで言えばスキル面とか今回のが強いんですけど、ダブルタッチなどスキル追加していくのであれば丸3のが魅力的なので、ライブアップデート A だったら丸4、 B 以下だったら丸3、そんな使い分けをしてみてもいいと思います。さあここからがトップ3。 A++ 評価第3位はトリンコン選手。いや今週能力値まとめてて驚いたのがこの選手なんですけど、いやトリンコン隠れ当たり枠じゃない。しっかりとですねドリブル3数値習慣としては高いし、パス決定力も最低限ありつつ、スピード瞬発も悪くない。飛び抜けた数値ってのはないですけど、数
スーパーサブもありますので、後半から使ってあげれば全体が底上げされてちゃんと強そうですよね。そしてですね、今回逆足の強化にチェイシングの追加なんかも、かゆいところに手が届く神強化、青人的にはこの選手かなり魅力的だなって思いましたね。スキルもダブルタッチ一刀に容赦を抑えてますので、ぜひ今週ウイングのスーパーサブ枠として使ってあげてください。ボディコンがもうちょっとあれば注目度はもっと高かったと思いますね。で、過去版とはですね、見違えるレベルで強くなってますので、がっつり乗り換えちゃってください。このガチャ第2位は A++ 評価ジェレミ・ドク選手。ブースター枠ラストはこの選手。この男と相性が良すぎるボールキャリー持ちで登場。スキルでコントロールカーブ、プレースタイルもウィングストライカーから2列目からの飛び出しに変わりました。ミッドフィルダー登録に変わったことでパス系がしっかり伸びてるのもポイント高いですよね。ドクは現実通りドリブルに関しては言うことなし。スピード98、瞬発97、ドリブル95にボリコン95、ちゃんとダブルタッチもありますし、このあたりの数値ってのはエピックとも引けを取らないエグさですよね。あとはフィジコン73あるのも地味にでかくて、ドリブラータイプと比べた時にこのフィジカルの強さっていうのは大きな差別化要素になってきますよね。いや、マジであとはスキルだけなんだよな。効果ついたのは嬉しすぎるんですけど、ワンシューワンパスルーパーウッドスピン、大事なスキルがやっぱり足りないです。まあでもね、総合的にこのドリブル能力の選手がワンチャン無料で手に入るっていうのは激アツなので、間違いなくこのガチャの中ではトップクラスのあたりだと思います。で、それこそですね、先週来たニコ・ウィリアムスとプレイスタイルや適性は完全一致ですね。スピード、瞬発、ドリブル周りもほぼ同じ能力なんですけど、ドクの方が身長10センチ低くてフィジカル高いのが特徴ですね。逆にニコ・ウィリアムスは逆足最高やパスの上手さが魅力。どっちも習慣のドリブラーとしては間違いなくトップクラスですけど、能力面だけ見れば僕はドクの方が使いやすそうだなって思ってますね。で、大事なのがですね、過去版との比較。1枚目はオール乗り換えで OK で、2枚目も ④ までは乗り換えでいいと思うんですけど、迷うのがね、この前回の ⑤ なんですよね。能力値、プレイスタイル、本適性で言えば僕は今回のが魅力的だとは思うんですけど、キルがね、丸ごえぐかったんですよね。ワンシュースルーパーピンクロ、いいところが強化されてるんですよ。その上でブースターがなくてもドリブル数値高かったりしましたので、ぶっちゃけ丸ご持ってたら今回無理に狙う必要はないんじゃないかなって思ってますね。僕は両方持ってたら、まあ丸ご使うかな。さあ、そしてこのガチャ第1位は A++ 評価ジョアン・フェリックス選手。1位はね、ドクとフェリックスで迷ったんですけど、汎用性の高さと能力スキルの総合力を考えたらジョアン・フェリックスが1番なんじゃないかなって思いましたね。登場回数の多さ知りません。で、今回のフェリックスはですね、オーバーヘッドでのゴールだったので、アクロバティックシュート、ワンタッチシュートのスキル追加、さらにプレイスタイルがインサイドレシーバーに変更されました。実はフェリックスってちょっと前のアップデートで通常がチャンスメーカーになってますので、無印の OMF っていうのができなくなっちゃったんですよね。それが今回戻ってきたっていうのが激アツなんですよね。無印の OMF もしくは無印のセンターフォワード起用がおすすめなので、ぜひ当たった方使ってみてください。ワンシューがついたことでスキルの完成度もさらに上がりましたし、ドリブル筆頭に能力値も全体的に高いですよね。スタミナは低いので交代は前提になりますけど、平均的に全能力の高い万能タイプのフォワードとなっております。ただやっぱりね、登場回数多いのはネックになるかな。しかもね、めっちゃ昔の丸1とかがちゃんとまだ強いんですよね。プレイスタイルは違いますけど、能力は丸1のが魅力的、丸2からはスキル考えて乗り換え推奨で、丸3からは乗り換えなくていいかな。後半で言うとハイライトの丸4丸6から乗り換えなくて、中間の丸5から乗り換え、まあ中間の中では間違いなく今回が過去最強だと思ってますね。はい、ということで今回の動画以上で終わっていきたいなと思います。いかがだったでしょうか。まあ、今週はね、さっきから言ってる通り無料分だけでいいと思うんですけど、無料分で6位以上の選手たちが当たれば十分僕はいいと思ってますので、ぜひそのあたりを狙って聞いてみてください。今日も最後までありがとうございました。週末にかけてまだまだいろんな動画投稿していきますので、これからもよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。